こんにちは、中本白秋です。今回はですね、こちらにあります、カバネ編のつく漢字の美しい書き方について解説をいたしましょう。カバネ編っていうのは、こう位置を書いて、そして下にこう田を書いたのをカバネ編ですから、一田編とも、位置書いて田ですか、一田編とも言うんですね。それでは説明していきましょう。辺ですから、こう書いて、ここのところをこう揃えることが大事ですね。では、早速ですね、この「し」っていう字を書いてみましょうね。基本のこう横画はちゃんと軽い右あり、そしてちゃんと止めますね。そしてこうしてこう。ずっと遠く向いていくの。この点の位置が大事ですね。こう点打ったらですね、ちょっと先に書いてみましょう。こう書いた時にですね、この長さとこの長さの関係ですけども、これを点の位置をですね、こう書いて、こう下の方にするとなんか重心が下がってやぼったい感じしますね。だからこの字はこう書いたら、ちょっと上目にして下の方伸びやかにして、こう書きましょう。そして軽い右あり、この右ありのリズムに合わせて、こうこういうなるように、こちらをこう開けるように書きましょう。悪い例はですね、ちょっとこちらに書いてますけど、右足のリズムで悪い例は、例えばこれちゃんと書けてましても、こうしてこうして、ここの高さをこう、ここをこう揃えますと少しこう下がって見えますね。ですからこう良くないですね。次、暫定字書いてますね。本当にこうカバネ編ですね。こうしてちょっと上向いてもって、そしてこちらの作り、2、3、これはこれで平行にしない、ちょっと角度を変えて、あんまり長くしない、ここにこう間を取るように、そしてポンと点を打ちましょう。これが残の美しい方ですね。この分とこっちの方が広く取れるようですね。つい、ことっていいですね。こうして、はい、カバネ編の書き方分かりましたね。こうして、でこれに対して作りをちゃんと書きます、ね、以上、カバネ編の美しい書き方についてワンポイントレッスンいたしました。これで、解説を終わります。